デイリーウィル編集長の山根です。本日はカリフォルニア州弁護士のケント・ギルパートさんをお招きしております。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。本日お伺いしたいのが、先日行われました沖縄県知事選についてなんですけれども、はい、これ玉城デニー知事が、はい、当選確実ということで、はい、この玉城デニー県政があと4年続くのかと、はい、暗淡たる気持ちになるわけですが、はい、このあたりケントさんいかがでしょうか。いや、残念でならないんですね。うん、玉城さんは何考えてるのかよく分からないんですけど、ええ、中国と仲良くしようというわけですよ、はい、でそれ中国と仲良くしようってどういう意味かって言いますと、もともと沖縄が独立国家だったもんですから、その時は中国と仲良くしていたじゃないかと、うん、日本とも仲良くしてたんですけど実はね、うん、で、そのだからその時代に戻りたいと、うん、ですから沖縄が独立してしまえば中国と普通に国同士で、うん、何ですか、交流することができると、そういうこと言うんですけどね、これね、現実問題としてありえない話ですよね。そのもしもそうなった場合にはどうなるかというと、香港を見ればわかる、飲み込まれてしまいますよね。でそれは認めないんですよ。いやいや、だって昔仲良くしてたじゃないですか、今も仲良くしてくれるでしょう、中国が沖縄を襲ってくるってありえないって、ありえないっていうのに襲ってるんです今も、もう中国のスパイだらけなんだ沖縄はね、だからそういうことを言うもんだから、理想論としてはまあ、魅力はあるかもしれない、まあ、でも本音は米軍を追い出したいと、でそれができないっていうのはデニーさんも分かってるはずなんですよ。あれのハーフですから、半分アメリカ人だから分かってるんですよ。で地政学的に米軍基地が沖縄に存在しない限り、極東に限らず大体全世界の貿易体制じゃない防衛体制が崩れてしまうんですよね。地政学的にですね、沖縄とアラスカを抑えておけば、ほぼ北半球全部抑えることができるわけ。でそれはアメリカしっかりやってるわけだ。でそれをじゃあ沖縄を手放せって言っても手放すわけないでしょ、ですからね、それともう一つ、一県が今更独立しようと言ってもね、そんな法律もないし、こんなありえないと思うんですよ、日本政府はそれを認めないでしょうし、でそれで国連に行って訴えるわけですよ。で国連には非常に頭の悪い人たちの集まりなんで、はい、原住民云々とか言うわけですよ、うんうん、そういうのに弱い人たちですけど、実はそういうことを国連で話すんですけども、そうじゃないんだっていう国連の連中に教えてくれる人たちもいるんで、それほど効果がないんですよ、でアメリカに行っても原住民が云々って言うんですけども、アメリカは全然それを認めようとしないし、共感しないんですよね、ですから何してるのかよくわからないんだ、ひょっとして中国のお金が動いてるんじゃないのっていう感じがします。いや、そう考えざるを得ないですね。例えば中山知事の時代とかだったら、うまくこう自民党とも、はい、まあ、言うべきことは言って、はい、それこそなんかこれいい悪いは別して、それこそ補助金を引き出すなり、なんかの構想、はい、交渉材料としてこう県民の意見はこうですよっていうのを提示してっていう、うまいこう、はい、ある意味、はい、沖縄県民にとってはうまい知事だったと思うんですよ。そうなんですよね。でその後、まあ、尾長さんもだいぶ問題だったと思いますが、はい、まあ、その後の玉城デニーさん、何がやりたいのかよく分からなくて、とりあえず泥沼化させて、とりあえず基地反対だけ言っとけばいいやん、でかといってなんか情報を引き出すわけでもないし、ただただ遅らせたい、はい、ってなるとやっぱり結局それ中国の利益じゃんっていうふうに思うわけですね。そうなんですよ。県民にとって利益になるようなことをやってないような気がするんですよね。それが すごい不思議なんで、今回の、選挙はしかしね、僕ここで言っていいのかどうか分かんないけど、沖縄自民党県連っていうのはね、とても下手です、毎回そうなんですよ。分裂するんですよね、今回の分裂はしかし下地さんという人が出たわけでしょう、はい、下地さんは自民党だったんだけども、それを出て維新だけ、はい、違う政党に入ってそれで戻りたいと言い出した時に、県連としては復党を認めたくないんですよ、それで彼が菅さんに、まあ、それを認めてもらったんですけど、菅さんはそれで条件付きで
それは県連が認めた場合ですと、で県連がそれを認めなかったですよ。それで頭に来て復讐として今回の知事選に出て分裂状態を作って、自民党を任せさせたというのが、まあそうなんですよ。ということは下地さんに中国のお金が流れたんじゃないかという疑惑が非常に僕は強いと思う。もともと自民党確か新進党かどっかにいて、で自民党にいて、そうちょっと転々としてたんですよね。転々としてますよね、はい、で最終的に維新にいましたけど、最終的にね、中国の中国系 の, そのカジノの会社から確か100万円かなんかをもらっていて、それをまあ記載してなかったっていうので多分維新を離党せざるを得なくなったと思うんですね、はいはい、そうなんですよっていう経緯があったんで、そうなんです。で今回もね、中国のお金が動いたと思いますよ、うんうん、あの証拠がないんですけども、どう見てもそんな感じがします、これ断定じゃないですね。動いたと断定じゃないです。考えざるを得ないとね、うん、疑っても疑われても仕方がないようなムーブをしているということで、はい、沖縄は結構中国のお金で動いてるんですよ、はい。だからの、基地反対、というか辺野古の基地反対のところに中国のお金が流れてる、あそこに流れてるっていうのはもう米軍が、ちゃんと確認してるわけだし、そういう資金的な部分がある、し、あとはあの那覇県庁の、ね、人たちかなりハニートラップに陥ってるというふうに言われますし、よくわかんないんだけどあの決して健全な形にはなってないんですよね、それで沖縄県連、自民党の県連はですね、もっとうまくですね、あのまとめればいいんですけども、なんかそれができないっていうのはすごく悔しいですよね、ただ私が思うのはですね、まあ、疑問に思うのは、そのただこのペロシ下院議長が訪台して、はい、その後中国がこう EEZ 内にこうミサイルぶち込んできたわけじゃないですか、はい、弾道ミサイル5発、はいはい、でそれは与那国島の近くですか、南西諸島の方ですよね、それでもまだ気づかないのかと、それでもまだ危機感が、やっぱりこの沖縄本島の方の方がやっぱ危機感薄くって、周りのやっぱ島々の方は相当焦ってる、そういう傾向にあるんですかね。石垣などあの、沖縄本島以外の島々の、あの市長たちとかはですね、あの玉木さんあんまり支持してないんですよね、で本島だけなんであって、それがね、あの一つ悪いのは沖縄の新聞なんですよね、あの2つの新聞は、あの偏った報道ばっかりしていて事実を伝えないんですよね、事実でないことを伝えて事実は伝えない、あれはひどいですよね、まあ、それを県民がどれだけ信じているのか分かりませんけれども、それがあの非常に大きな悪影響だと思うんですよね、でデニスさんはそういうマスコミ出身ですからね、マスコミを利用して、何ですか、ヒーローになりたいのか何になりたいのかよく分からないんだけど、何なんですかね。いや、分からないです。だって中国に飲み込まれてしまえば彼は真っ先に抹消されますよ。そうですね、一番にやっぱり協力者というかね、そう、いや最初はあの中国に沖縄を譲り渡したということで、はい、中国ではとりあえずは褒められるけども、はい、1年以内には彼の存在はなくなりますよ、なんかそのあたりが勉強不足なんじゃないですか、それ彼がそれ理解してないのかな、まあ、その自分の代でまさか中国に飲み込まれる、併合されるとは思ってないじゃないですか、どうせ自分が、まあ、それなりのまあ落としじゃないですか、だから自分が亡くなってから死んでからだったらもう沖縄はどうにでもなるみたいな思ってるかどうか。いや、あのだからね、彼らはあの彼自身というよりは彼ら、そういうことを言ってる、中国と仲良くしようという人たちはマジで中国と仲良くできると思ってるんですよ。あ、なんかシールズみたいな感じなんですね。そうなんですよね。山内さん、はい、沖縄がまさか琉球王国に代わって、中国と仲良くして中国に飲み込まれない、はい、という結果があり得ると思いますか。いやいや、ないですよ。ありません、ね、時間の問題ですよ。ありません、ね、遅かれ早かれですよ。だって台湾に対してあれだけプレッシャーをかけてるので、沖縄はもう朝飯前ですよ。すぐ落とすことができるでしょう、それは蔡英文氏と玉城デニー氏、
リーダーからしても違いますよね。格が違う。格が違う。全然。蔡英文さんだからあそこまで踏みとどまってるところもあるじゃないですか。頑張って。蔡英文さんは、はい、あの台湾のいわゆる国民、はい、国ではないと言いますけども、台湾の国民の利益を最大限に考えてるんですけども、玉木さんはそうじゃないんですよ。だからもう一瞬ですよ。だから台湾の方が頑張りますよ。だから沖縄の方がもう一瞬で消えてしまいますよね。はい、消えると思いますよ。消えます、消えます。消えますね。中国になりますね。うん、琉球省、うん、琉球自治区とか、琉球自治区、そういう名前になるでしょうね。だからそういう、だから、まあ、また4年頑張らなきゃダメだって。うん、幸いにして、沖縄の人たちは、選挙の時には玉城さんを選ぶかもしれないけれども、米軍基地を全て追い出せなければならないと思っている人たちは、それほどないと思いますし、うん、言うのは言うかもしれないけども、実際そういうことになってしまえば困る人はいっぱいいらっしゃるわけですよね。で、沖縄の経済に関してもですね、玉城さんはそれほど素晴らしいことをやってないと思うの、うん、あそこはね、まだ経済的に他の日本の、都道府県と比べてかなり遅れているわけですよ。で、本来ならちゃんとした政策を作ればそこの経済を活発化することができるんだけども、その経済がまたね、一部の、仲間内に牛耳られてるわけであって、それは自分たち の利権だけ考えてるわけですよ。だからなかなか思い切ったことはできないんで、まず外資は入れないね、内地からの投資は認めないし、ですからね、特殊な場所なんですよ。僕ね、そこで商売したことあるんですよ。レストラン3軒、洋服屋2軒やったことあるんですけどもね、めちゃくちゃやりにくいですよ。そこの、そういう塊の中に入らないと、数十名なんですけども、それの中に、その仲間にならないと、とても商売できないのよ。大変でした。僕は一応仲間に入りました。けれど、それでもすごくやりにくい。それでも僕は内地の人なんですよ。それでも、だったんでダメでしたね。だから諦めました。で、差し当たって非常に戸惑ってるのは米軍なんですよ。で、米軍がまた問題なんであってね、司令官っているじゃないですか、はい、あれ2年交代なんで、事なかれ主義になっちゃうんですよ。だからもっとちゃんと米軍の何ですか、利益を主張することができればいいんですけども、万が一デモが起きたりなんかすると、混乱が起きると自分がそれからの昇格に悪影響を与えるわけだから、黙ってるわけだ。だから仲良くしよう、日本、何ですか、沖縄県民と仲良くしようとする、そういう活動はあまり積極的に賛成しないし、とにかく私たちは黙って、沖縄、日本、あるいは極東を守る仕事をするだけ、政治的なことを考えないってことのあかり主義なんですよ。ちょっとアメリカらしくないですね。だからアメリカらしくないんですよ。アラスカと沖縄がそんな地政学的にね、超重要であれば、なんか任期をもっと沖縄特別に伸ばす、なりしてね、なんかどうにか措置が取れないのかなと。でもね、沖縄が独立すると誰も夢にも思ってないですし、それはありえない話なんでね、で、何があろうともその基地は手放せないということも分かってますからね、整理はするかもしれないけども、なくなることもまずありえないんで、そういうふうに、そういうことをまず前提にしといて、ことなかれ主義をやってるわけですよね。だもっと米軍が積極的にね、沖縄県民と仲良くしようとする、個人レベルではやってますよ。個人レベルではすごくうまくいってるんですよ、なんですけど組織的にはやってないんですよね。それやろうとしたのはエルドリッジさんなんですよ。それで結局クビになっちゃったわけですよね、司令官と喧嘩して、なかなか難しいです。それでもね、米軍は沖縄が不倫の場所としてはね、非常に人気が高いですよ。沖縄、アメリカの空軍でいうと一番行きたい時はドイツのラムシュタイン、基地なんですけども、その次沖縄海洋高校なんですよ。なんでそんな人気あるんですか、沖縄は。いや、やっぱり気候はいいし、人は優しいし、表向き優しいですよ。
うん、沖縄の人たちは、うんうん、投票所に行くと裏切るけど、うん、かもしれないけどね。でもなんかね、治安もいいし、うんうん、なんか重要な仕事をしてるんだという、うん、そういう意識を持って、なるほど、士気が高くなるんですよね。だから沖縄人気ですよ。私も沖縄に行きたいです。ケントさん、確か前回出演いただいた時に、はい、確か一緒に沖縄にこの、ね、ロケで行きましょうという話をしたまま、確かコロナになっちゃって、あ、そうそうそう、なかなかね、今度やりましょうよ。ぜひぜひやりましょう。沖縄行きましょうよ。沖縄の実態を確認して、今コロナになってその反基地活動家とかもちょっとおとなしくなってるんですかね、さすがに。はいはい、はい、そう、おとなしくなってるようですね。はい、じゃあおとなしいうちに行きましょうか。はい、いやいや、おとなしい間に行っても面白くないんでね。そうか、動き出してからじゃないといい映画撮れませんからね。そう、そうなんですよ。ちゃんと案内してくれる人たちいますんで、はい、もう少し待ってから行きましょう。サファリパークみたいですね。観光ツアー。はい、ということで、はい、いろいろとお伺いしました。ケンさん、ありがとうございました。ありがとうございました。